せーの、こんにちは。国際文化学科韓国語コース2年の松本です。渡辺です。三浦です。今日はコロナウイルス感染拡大の影響で地方の学生の方々や新入生の方々が実際にキャンパスに来れないということで、私たちがキャンパスツアーを行っていこうと思います。それでは行きましょう。ゴー。JIU 東金キャンパスには大きな池が2つあります。周りには木々がとても多く、自然豊かな大学です。それでは早速 JIU 東金キャンパス内を歩いてみましょう。スチューデントホールは授業の空き時間やお昼休みに学生たちが集まる場所です。ここはステーショナリーショップです。ステーショナリーショップは文房具やお菓子などが売っている場所です。自動販売機です。どうですか、充電スポットも紹介してもらってます。充電するコンセントもあり、とても便利です。スチューデントホールの全体はこんな感じです。上の段と下の段に分かれていて、おしゃべりをしたり勉強に集中したり、お昼を食べたり、さまざまな学生が見られます。土地テラスです。中の様子はこんな感じです。コロナウイルスのため、中からではなく外から撮影しました。ここはローズガーデンです。いろいろな色のバラが咲いていて、季節によってバラの種類も異なります。ガーデンの中にはベンチもあり、ここでおしゃべりをしたりギターを弾いたりしている学生も見られます。ツアーの合間に少し休憩しましょう。この学校は食堂が3つあり、それぞれ様々な学食を提供してくださっているので、毎日違った学食に出会えます。セブンイレブンです。お昼時には学生がたくさん来るので、授業が早めに終わったらすぐ来ることをおすすめします。ここでは空きコマに勉強をしたり、お昼を食べたりすることができます。続いて、キムフィンガーシュペンに行きたいと思います。
紀伊国屋書店は主に授業で使う教科書などを注文するときに利用します。風テラスの中はこんな感じになっています。ここはタブテラスです。タブテラスではこのような学食が毎日食べられます。英語の表記もあって留学生にも優しいですね。券売機はこちらになります。食券を買ったらここでお盆を取り、食堂のおばちゃんに券を出してください。メニューごとに窓口が違うので気をつけてくださいね。中はこのようになっています。ここは並木道です。この並木道は季節によって木々の色が変わるので、季節の変わり目を目や体で感じることができます。1、2年生の時はここでトイックの申し込みや結果を受け取ることができます。3、4年生になったら就職関連の情報をここでもらうことができます。ここは G 棟です。 G 棟は1から3まであり、1にはエレベーターがあります。主に授業で利用することが多く、移動教室が多いので教室を確認しながら移動しましょう。ここは水田美術館です。期間ごとに展示されるものが入れ替わり、学生は無料で入場することができます。ここはリブカフェです。静かなところで勉強したい人に最適な場所です。ここではパンや飲み物の販売もしているので、お昼を食べることもできます。最近ではアイスの自動販売機や飲み物の自動販売機も設置されました。ここでパンや飲み物を注文し受け取ることができます。奥はカフェのようになっています。次は水田記念図書館に行ってみましょう。図書館には自分の学生証をゲートにかざして入ることができます。ここはコンピューターエリアです。家にパソコンのない学生や調べ物をしたい時などに利用することが多いです。ここは視聴エリアです。 DVD を借りて見ることができます。空き時間などを使って友達と一緒に DVD を見る学生も多いようです。ここは勉強スペースです。静かに勉強したい人やテスト期間中に勉強しに来る学生が多いです。コンセントもあるので携帯を充電することもでき便利ですね。ここは個室自習室です。
ここでは完全に仕切られた部屋で勉強したい学生やグループで勉強したい学生が部屋を借りて利用することができます。ここでは本の検索をすることができます。図書館の隣は H 棟です。H 棟の3階へ行ってみましょう。3階です。まずは3階にある留学生センターへ行ってみましょう。ここが留学生センターになります。ここには過去先輩たちが留学した大学の情報がたくさんあり、自分の行きたい学校を見極めることができます。留学を希望している際はぜひご覧ください。次はエレベーターを出て右に行ってみましょう。ここは先生方の研究室です。先生方によってオフィスアワーが異なるので要注意です。ここはメンター室です。メンターとは留学生と日本人学生がお互いに言語を教え合うシステムです。人によって教え方や進め方は様々ですが、言語学習にはとても役立つので、この大学に来たらぜひ活用してみてください。いかがでしたか？東金キャンパスの様子は伝わりましたか？皆さんに会える日を楽しみに待ってます。せーの、バイバーイ。